皆さんに白霊霊夢の休日の過ごし方を紹介しましょう。ああ、よく YouTuber がやってるやつだな。まずは起床。いや、起き方こっぱ。てか足はみ出てるし。まず起きたらトイレに直行。いや、何があった。次に朝ごはんを食べます。食べてるものは普通に食パンなんだな。よく見たら違いました。そして午前中はひたすらゲームをします。今の子にありがちな悪い習慣だな。さらに昼は食べず、そのまま夜までゲームをし続けます。ありがちなんてもんじゃなかったわ。というのは冗談で、ちゃんと宿題をします。何時間くらい勉強するんだ。1分。これが天才と呼ばれるゆえんか。その後3時間は運動をします。突っ込みたいところいっぱいあるけど。そして夜ご飯までゲームをし、夜ご飯を食べます。今回は食べてるものは普通。え、何これ。あ、それね、イゴネリ。イゴネリ。そしたらすぐ就寝します。え、なんか光ってってない？あ、私って寝ると爆発するんだよ。は？